草ベニ紅竹は、原竹木、一本しめじか一本しめじ属一本しめじア属に属する、キノコの一種。草ベニ紅竹と称されている種については、異なる複数の種が混在しているとの指摘があった。従来の学名は、エンテローマローダポリアム、P クンマー F ローダポリアムであったが、現在の研究では否定されており、従来未記載だった3種の総称であることが、判明した。 なお、茨城県など一部地域では、地方名で草浦紅竹を月夜竹と呼んでいる。ヒダははじめは、白っぽいが、十分成熟すれば大火ち桃色となる傘は、計3センチメートルから10センチメートルで吸水性があり、羊には、大火灰色で粘性を示すが、乾くと開白色となり、検視上の光沢を示す。ヒダは、やや密で、若い時は白いが、 老成するにつれ淡紅色になる。肉は白色で、無味、変色性を書き、名前通りの不快臭がある。柄はを白色で平滑、多くは中空であるが、時に、やや充実、または、不明瞭な図を有する。放射紋は体価値桃色を呈し端式は4個の端子方射をつける。端子方射は、いずれの方向から見ても不規則な多角形をなし、しばしば湯滴を含み、 薄壁である。夏から秋にかけて、紅葉樹や、紅葉樹と新葉樹との混交林内の地上に、個性群生する。草浦紅竹については、未知の種を含めて異なる複数の種が混在しているとの指摘があった。 国立医薬品食品衛生研究所生科学部の近藤一世らが PCRRFLP 法による日本産の草浦紅竹の分子系統解析を実施したところ草浦紅竹は3つのクレードに分類されたがヨーロッパ産のイ、e、ーローダボリアムとは一致しなかったこれら3種は小型草浦紅竹草浦紅竹もどき偽草浦紅竹と命名された これらは、裏紅固定しめじとははっきりと判別可能であり、草裏紅竹もどきと、ニセ草裏紅竹が毒性を持つことが判明した。また、北海道に自生する類似種はこれら3種とは一致せず、E ・エミネンズ及びミキサイ種であることが判明した。以下の記述については、従来の草裏紅竹として取り扱う、キシメジやツキヨタケと並んで、 最も中毒例の多い毒キノコの一つである。食用種の裏辺に固定しめじや、角味のしめじ、しめじもどき、本しめじなどとよく似ており、中毒例が多い。毒成分は、溶血性タンパク、コリンムスカリンムスカリジンなど、自己採集したキノコによる食中毒のほかに、路上販売や卸売市場を経由した流通販売によるキノコでも中毒例が報告されている。 草浦紅竹と、浦紅補定しめじとを正確に鑑別するには、具合悪ンキ及び硫酸バニリンとの反応を見るのが、良い。草浦紅竹は、前者と反応して、緑色に変色し、後者とは反応しない。ありがとうございます。